お元気ですかボクシでございます。今回は 2024BBM トレーディングカードセット河村祐希ワンオンリーを開封していきたいと思います。こちらはワンセット21枚入り、レギュラーカード20枚プラス、スペシャルインサード1枚となっております。それでは早速開封していきたいと思います。 それでは早速開封していきたいと思いますまずはですね2022年夏の代表活動の時のねこれカードでございますで続きまして2022年10月の活躍のこれカードでございます2022年11月の活躍 のカードでございます。で、2022年12月の活躍のカードでございます。で、2023年1月の活躍のカードでございます。2023年2月の活躍のカードでございます。はい。で、続きますですね。2023年3月の 活躍のカードでございます。2023年4月の活躍のカードでございます。2023年5月のカードでございます。2022、23シーズンの総括のカードでございます。はい。で、続きましてですね。 2023年夏の代表活動の時のこれカードでございますで2023年10月の活躍のこれカードでございますで2023年11月の活躍のカードでございます2023年12月の 活躍のカードでございますで2024年1月の、えー、活躍のカードでございます2024年2月の活躍のカードでございます2024年3月の 活躍のカードでございます。2024年4月の活躍のカードでございます。2 0 2十、ごめんなさい。千二十4年5月の活躍のカードでございます。で、2023、24シーズンの総括の これカードでございます。で、これだけじゃ終わりません。ね、限定カードもございまして、こちらでございます。ね、きらき、え、きらびやかなカードに、これは金箔サインついた、え、100枚シリのカードが、え、出ました。で、これ、運が良ければですね、えー、自筆サインカードや、え、コンボジャージとか、ホームジャージとか、 ボールとかシャツとかショートパンツとかシューズなどね、ついてたカードもございます。あとはですね、みんな、これですね。この、ね、ただのね、白い、えー、紙でございます。はい。以上でございます。本日は2024。 BBM トレーディングカードセット河村祐希ワンオンリーを開封して参りました。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。